大事なところを忘れてたんじゃないか。今年も僕は一人でも多くの人を応援をしていきたいと思っています。さあ今年もみんな君は虹なんだよ。夢をかけるレインボー、それが夢を追いかけてますか。周りの環境に圧倒されてどうしようもないって時ある。やっぱりうまくできんや。戻って練習センター。こういうプレッシャー逃げちゃいけない。でもチャンスっていうのは消えてなくなっちゃうんだよ。ずーっと彼らに隠れて誰も分かっちゃくれねえんだよ。一人なんだから。おいちょっと待って。これから一番きついことが起きる。でもさ忘れたわけじゃねえだろ。これお前だぜ。お前の目は何だ。夢諦めない失敗だ。全ての思いをかけるから感動が生まれるんだろ。一生懸命本気で応援してもらえって言うたら大丈夫。俺がついているんだから。プロデューサー、どうして私がセンターなのです。君の限界を信じてるから。まだみんなより全然できていないのだよ。自分と戦うことになる。でも君は逃げなきゃできるんだ。限界を超えたら本当の強い自分に出会える。その成果を出すときがやってるから。君は信じろ。できるんだ。力を貸していただけませんか。よろしくぞ。はい、そうですね。でもあの私ですか。プロデューサーも早いです。バカなのですか。今もう眠くてしょうがないんだよ。身を入れて練習しなければならないのです。今は君に対していつも本気だ。そのような下り顔ができるものです。働きたいと思ってますか。輝けねえのか。だったら俺がもっと本気で思いっきりだ。一番になるっちゃってお前に言ってんだ。柔道夢ってのはな、起きてみるもんだ。僕はこれからも本気で君たちに臨みます。俺は知ってるぞ。ありがとう。最強だ。あなたも知ってる。その気にさせるのですね。君は虹なんだよ。夢をかけるレインボー。今はまだ自信などありませんが、あなたとファンの皆さんの言葉を信じることにします。その思いを忘れずにこれからも今を生きてください。自分らしく生きよう。